ここまで来るまでにほんとひどい目に遭いましたよ。ここはちょうどカスタムの赤倉庫側から川渡ったところだな。まさか PMC 二人組に囲まれるとは思わなかった。やったのか？二人ともぶち抜いてサブマとハンドガンパクってきたよ。どんな戦い方したのか？伏せて DMR 連射よ。きっしょ。ただ今回は赤倉庫側に用はなくて、でまあだ銃声してる。寮に行くのか？今回は寮のマークド部屋に用事があるんだけど、あの部屋開けるのってバカ高い鍵がいるんですよね。そこで霊夢ちゃんひらめいたわけよ。誰か先に来た人が開けた後入ればいいのでは。キスじゃねえか。そんなわけでこうやってゴロ寝しながらご飯食べて時間潰してるんですけど、それ漫画喫茶とかでの過ごし方だよ。問題は飲み物がないことだよね。満喫しようとしてない？満喫だけにってか。やかましいわ。さて残り20分切ったし、もうさすがにプレイヤーはいないでしょ。ビースカは湧いてるかもしれないけどな。万が一にも死んであんな無料ガチャ勢に物資取られるのは尺なので、一旦カバンはここの草むらに隠して。カブへのひどい偏見の一端を見た。さあいざ激戦区のように突入だ。なんか死体が転がってるぞ。はい、霊夢ちゃんは育ちがいいので一旦ドアを閉めまして、寮があるのは3階なのでそれ以外は無視で。育ちの良し悪し関係ねえだろ。まあでもさすがにあの死体作った人はどっか行ったでしょ。うわ角巻き声。横からショットガンドンとかな。わあ、おい外にスカブはいたって。寮にばっか気を取られてたな。まあ霊夢ちゃんは育ちがいいのでドアを閉めるんですけど、だからそれ関係ねえだろ。さてここからは正真正銘寮中とのバトルだけど、今のところ足音は特に聞こえない。ただ気をつけろよ。世の中にはこの右の角で一生ショットガン構えてるやつとかいるからな。それ電話行くの私やね。きっしょ。しかも装備全部スカブで拾ったやつ有用した。実質死んでも痛くない無敵のレイドだから。立ちが悪すぎるだろ。皆さん考えたことありますか？激戦区に強強装備持ってきたら無敵のショットガンが突っ込んでくる恐怖を。安心しろ、そんなにあるのお前だけだ。そして走行してる間に目的の部屋開いてへんやないかい。無駄足をつ。はぁ、あ、ほんとつっかえ。スカブ倒す暇あるならマークド開けとけよな。空き巣に来たやつのセリフとは思えねえよ。未遂だからね。いい顔で言うことではない。余ってなんか足音した。わぁ、一見 PMC っぽいスカブが。でかい魔のってこれ。ボスはいてね。はい、マークドのタスクも進まなかったし、払いせにボス倒してやろうと思います。ちなみにボスと正面切って戦うのはこれが初めてだよ。さっきの地震はどこから来るのか甚だ疑問である。いや、ボスといえど所詮は NPC。あまたの FPS を超えた霊夢ちゃんなら余裕ですよ。そう言ってスカブに殺される初心者は後を絶たない。それ前は行くの霊夢ちゃんやね。大体お前じゃねえか。ともかく NPC とか思って油断してると簡単にぶっ殺されるぞ。またまた大げさな。あやっべ、結構近い。だー。近い方多い。右腕飛んだー。もうピンチじゃねえか。くっそ、なぜこんな羽目に。まず3レベのヘルメットと4アーマーでなぜ挑んだのか。そんなの簡単。スカブで拾ってきたから。今回のワイプも無敵なのかよ。なので命の軽い霊夢ちゃんはどんどん突撃するでー。でもさっきので一人は瀕死にできたっぽいな。あらあら、何やら方がこんにちは。へへへへへ。まず一人削り方きたな。ほらまだまだ行くでー。ボスの護衛は4人だからあと3人はいるぞ。オッケー、全員確認した。はい、二人目ー。危ねー。確かボス護衛は普通のスカブより好戦的なんだっけ。いや知らないけど。ほんとに実況チャンネル。さて回復は済ませて、次は3階からアタックしよう。階段上から撃たれるのが本当に深い。これ開けたドアはちゃんと閉めなさい。こんな時に育ちの良さ出してる場合じゃないのよ。序盤あんなに擦ったのに。さああと護衛は2人にボス1人。おそらくボスはルシャーラだから護衛の一番奥だな。どの道ボス倒すのに護衛は邪魔だし、全員倒してからボスに行くか。そんで残りの護衛の位置はわかるのか。足音的に1人は2階にいるのは確定だけど、もう1人はわかんないな。まあとりあえず位置確定してるやつぶっ飛ばせばいいでしょ。オラ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 。待って、硬すぎない？弾が雑魚いのもあるけど、アラログアーマーだな。おい、こっちはもう DA でー。おい、さっきのやつ詰めてきてるぞ。アップね、サブマパクっといてよかった。弾何入ってるかも知らないけど、ほんと行き当たりばったりだなお前は。でもこれで護衛は残り一人。それもめちゃくちゃ咳込んでるから位置も確定。はい、どうも。今のも当たってそうだったけどな。こうなったらゴリ押しよ。よっしゃ、無事ボス護衛全員排除成功。これで残るはボスだけなんだけど、持ってる武器もうほとんど弾ないから、この辺りで武器と弾を拝借したい。おい、すぐ隣で泣いてるぞ。あ、ルシャーラくんそっちにいたんだ。乾杯。今にも昔にもボス目の前で水飲んでんのお前だけだろ。まさかこんな袋小路に逃げ込んでると思ってなかった。グレ構えたら突っ込んできそうだから普通に倒すか。よーし。初ボス戦とは思えないほどあっさりしてんな。さあ問題はこのボスが何持ってるかですよ。お、これはすげえ TT ハンドガンのゴールドだ。ビットコインとかは持ってなかったけど、まあまあ当たりの方かな。あとは護衛の死体も軽く漁って帰ろう。足音だー。これはピースカかな。こいつ私が倒したボスともろもろハイエナする気だ。あ、誤爆して回復をしちゃった。何やってんだよ。ちょっと待って、3秒耐えろ。てか耐えなきゃ死ぬ。嫌なタクだな。わー、アップネ同打ちで耐えた。よくもやったな。貴様だけは生きては返さんて。それルシャーラからパクった AK。 まあまあ強い弾入ってますね。そしてこれでまあ安全でしょ。ということで隠してたカバンを回収。もうあと7分か。まあ全然あさるんですけど。強欲すぎません。ははははは、さすがにもう PMC は残ってないだろうし、これならダッシュし続けられるから5分もあれば帰れるでしょ。すみません霊夢さん、重すぎてスタミナ回復してないっす。
はい、泣く泣くリグ捨ててここまで走ってきました。脱出は ZB 狙いか。残り3分しかないし確実なとこで脱出しようかなと。しかし行く手を阻むスカブが登場。マジで今だけはやめて。ここは無視してもいいけどそれ以上に死にたくない。ちなみにリグ捨ててきたからそれリロードできないからな。世界は私の敵なのかもしれない。とりあえず味方であったことはないな。でもそこそこ弾が強いおかげで単発でなんとかなりそうだぞ。残念、奥にもう一人。そがー、もうこちとら3分切ってるんだ。さすがに相手にしてられない。走ってやり過ごすつもりか。いい具合に木が遮蔽になってやり過ごせる。先回りされとる。世界はお前の敵だわ。いやー、は、は、なんとか脱出口に着いた。残り1分半切ってるのか。結構ギリギリになったな。途中傷が開くわで大変だったんだから。でも途中捨ててきた武器とか装備は保険で戻ってくるし、ボス倒した経験値合わせたらかなりのビッグレードじゃないか。いや、この出れるか出れないかのドキドキがこのゲームの病みつきポイントなんですよ。うわ、なんかバグって1分間脱出できなくなんないかな。怖いこと言うのやめろ。